うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さんとうとうお待たせしました。このガズのわがままウクレレちゃんの、事前予約チューブをやっとお受けできることになりました。3月18日の正午です。正午に事前予約でお届けは6月ぐらいになりそうです。でちょっとここでね、同時にですねお知らせしたいのが、ベトナムで今モジャ君、高見で9年修行してたモジャ君をリーダーとして工場を今もちょっと作ってまして、やっとですね形になってきたということで、それもちょっと、後でご紹介したいと思います。ベトナムの工場、ウクレレ工場、ガズのカスタム、ガズのわがままウクレレで作る G ラブ工場ができたんで、もうそれも後でちょっと紹介します。まずはこの商品紹介。一応いつもね、このご覧になってくださってるガズのわがままウクレレ、この音色はいつも皆さん聞いていただいていると思うんですけど、クラウドファンディングでも皆さんにご支援いただいて、これです、こいつです。はい。で、今もね、ご注文いただいて、まだ到着してない方いっぱいいらっしゃるんですけど、今も着々と、毎日毎日もうもじゃくん並びにインターン生の G のくんも一緒に加わってやってますからね、もうちょっとお待ちください。で、今回3月18日の正午に、予約するモデルは、はい、ガズがいつも使ってる、ガズのわがままウクレレソプラノウクレレの、12フレット仕様のピックアップ付き、これがいつも、これが定番ですね。そして、この間も言ったんですけど、ピックアップなしも、ちょっとね、お値段が下がってあります。あとは、この、はい、コンサートサイズウクレレ、こっちも、12フレットモデルと、これ16フレットモデル、あ、そうだ、ソプラノも16フレットモデルも、今度、ありますからね。16フレットまであると、ソロウクレレを弾く人はすごくいいと思います。つまり、フレットがね、これ12、13、14、ここまでフレットがついてくるということですからね。はい、これの、ピックアップありと、ピックアップなしの、この2バージョン。はい。こういう風に選べるようになってますからね。だからもうここですでに、何種類だろう。ピックアップありな、ありのやつ、ピックアップなしのやつ、12フレット、16フレット、もうそこで結構な種類になるんですけど、あと、話題沸騰、この7フレット仕様。こちらもですね、私もびっくりしました。これはね、ガズが使いたいってこと、これまだね、開発段階なんですけど、もう今、ベトナムでも完成形があります。で、まあ、こういうこと、これはね、もうちょっとしたら、4月5月くらいからガズはこれを結構いろいろ使って、この7フレットモデル、すごいこの、なんていうの、メッセージがここに含まれてるって感じがする。これも思ったより多くのご注文を皆さんいただきまして、この斬新な7フレットぐらい、これもございますということです。一応確認しようかな。ベトナムのスタッフとどのぐらいのものがこう用意できるかって日々やり取りしてるんですよ。ソプラノ12フレットとソプラノ7フレットね。あとソプラノピックアップなしというやつ。で、コンサートウクレレのピックアップありとなしと16フレットの、ウクレレがあるということです。ちょっとややこしいですけど、詳しくはここ。ここ、ガズのわがままウクレレのことはもう全部ここに要約されておりますので、ぜひこの、ガズのわがままウクレレ G ラボページご覧になってください。3月18日正午、事前予約を開始いたします。本当に、まだですかっていうメールとかお問い合わせをたくさんいただいてるんで、本当にありがとうございます。これね、本当に、皆さんいつもこのメールを聞いていただいてるか分かってるんで、これね、すごくいいんですけど、なかなかこう、バン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 できるようなものじゃないですよ。やっぱりね、ハンドメイドで、もう看板に木を切り出してるわけですから。そして、やっぱりね、この同じように見えるウクレレも日々日々こう進化してて、ベトナムでその工場、ちょっとね、写真とか見せていきます。これ写真見て、これまずこのでかい体育館みたいな工場を今も借りて、もう中改装していろんな工具を入れて、もう今ほんと、現地のベトナムのスタッフもたくさん、もう、そこの工場で働いております。雇用も生んでおります。そして、はい、この間もちょっと紹介したジーノ君、インターンで選ばれたジーノ君はもうベトナム入りして、すっかりもう職人みたいな感じで、もうね、すごいね、もうスイスイ覚えてる。で、モジャ君とかももう一緒になって、もういろんなこと考えて、もうどんどん進めていくということで、やっておるんですよ。で、まあ、いろんな写真をこう今見せてるんですけど、これスタッフ陣がこんな感じです。でね、ジーノ君の働きの動画もあるので、ちょっとここ見てください。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今何やってるんですか。今ボディの貼り付けるところの、これだったら薄いんで、これを貼り付けることによってその表面積を増やして、糊がくっつきやすいように、ボンドがくっつきやすいようにするためにその作業やってます。結構難しいですか。そうですね、これがですね、ちょっとお湯に貸して今ふやふやなんですけど、これは最初はカチカチなんで、それを無理やり曲げちゃうとバッキバキにこういうふうに割れちゃったりとかするんですよね。
だから、水から出して、ね、ボンドつけるまでの時間が重要かな。手早くやらないと、ボンドも速速乾性なくて早いです。やっぱその間にこう止めてやって、その後拭き取ってやらないといけないんで、やっぱちょっと神経が疲れますね。頑張ってましたね、ジーノ君も。ほんとすっかり職人じゃんみたいな感じでね、やっぱああやってだんだんこうなんかこう月に重なっていって、またいろいろ発見が出てくると思うんですけど、あとねこちらの動画もちょっと見ていただいてです、塗装のブースもあるんですよ、そこに。それもあのジーラボ、ガズレレガズのわがままくれるジーラボということで、この設備も揃えているんですよ。もう本当にね、どんなになってんだって話ですけど、このちょっとこの動画見て、塗装してる現あのベトナムの職人さん、塗装職人さんの映像です。これベトナムのGラボ工場の中の映像ですから、どうぞ。びっくりしました。あんななんか滝が流れるようなところでこう吹いて、はい、こういう塗装。塗装がやっぱり楽器大事なんでね、いろんな素材で今試し試しやってるんですけど、またね、これちょっと工場が稼働したら、今度いろんな、例えば、ちょっとセミオーダーとか、いろんなこうオーダーも受けられるように、今、メンバー、スタッフ、ベトナムチームとこっちの日本チームでいろいろやってるんですけど、このね、ベトナムで工場作ったとか、この ガズのわがままくらいクラウドファンディングしたっていうのは、ちょっとね、もうここで語り尽くせないすっごいストーリーがあるんで、今度改めてチームの紹介をする、していく動画を作ろうと思ってます。皆さんこれ、本当に面白いんで、本一冊書けるぐらいすごいストーリーなんですよ。なんかうまくいってるなと思ったら、あーとダメになったりとか、もう、なんかもういろいろなんです。で、とにかくこのストーリーがあまりにもその身内だけのストーリーにしておくにはもったいないんで、日本のスタッフとか、ベトナムのスタッフ、今もう皆さん紹介してるのは、モジャ君とかジーノ君でいるんですけど、まだ、ベトナム人のね、そこで、スタッフとして加わってる方の話もいろいろ聞いてみたりとかして、どんどんこの G ラボの工場、ファクトリーの方もご紹介していく予定でおりますので、ぜひ皆さん、ガズレレドットコムこちらでご覧になってください。あとはいつもご紹介してるんですけど、こういうウクレレのストラップだとか、ストラップもいろいろね、小杉さんのハンドメイドで作ってますから、あとこういうのとかグッズもいろいろあります。あとはリットミュージックから出てる本とかもいろいろガズレレグッズ、たんまりありますんで、ひとまずはその、いろんなチェックをホームページ上でしといてくださいませ。よろしくお願いします。そういうことで、もう一回確認しますよ。3月18日の、正午、このガズのわがままウクレレ、いろんなシリーズ、事前予約注文、受付開始です。お届けは6月予定です。はい。今ね、本当なんか、いろいろ、なんか、前、なんていうのかな、しんどいニュースが多いですけど、まあもう、実はガズレレ裏側では、もう毎日、もう、バッタンバッタンの、そんな 大騒ぎなことをやってますんで、ぜひ皆さんもその温度感をこう伝わってもらって、ぜひこのね、熱がたっぷりこもったこのウクレレで、いろんな音楽を奏でる。やっぱね、こういう時こそやっぱり奏でたい。音楽はね、やっぱ楽しくしてくれるし、免疫力も上がるでしょう。やっぱりね、これは言いたいんですよ。僕らには音楽があった、ウクレレがあった。楽しんでいきましょう。それがこう、これからのパワーにつながっていくというふうに思います。楽しい人が増えると、そんだけ世の中が楽しい人が増えるわけだから、エネルギーになってますから。皆さん、よろしくお願いします。はぁ、言い切った。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。